こんにちは、あやのです。今日も YouTube を見てくださってありがとうございます、えー。週の始まり、月曜日ですね。皆様、いかがお過ごしですかんと、ちょっと久しぶりの動画かな。なんかね、えっ、ー、と、ちょっとこう、疲れがね、まあ出てきて夏の終わりでね、涼しくなって疲れが出てきたりとか、んと、やっぱりあの、ペルタゴニアのね、 セッションが続いていましたので少し自分の調整する時間だったりとかそんなこととか、えー、プライベートのことでもいろいろあったりして、まあ、自分の時間をね、うん、大切にしていましたので動画はしばらく上げられませんでしたが矢野は元気です。うん、えっ、ー、とー何から話そうかな、ね、今日久しぶりにねうん動画を撮るにあたってやっぱりここだよなーっていうお話をしたいんですけど。 うん、例えばさ、うん、セッションを受けて、うん、とメッセージをさ半夜からもらってさ「あすごいな」とかさあとはこうなんか私私に対して「うん、愛乃さんってこんなことを言ってすごいな」とかさ、うん「自分たちがな」みたいなさまあ,あのいろんなことに対してね「あの人すげえ」みたいなことを思ったりさ あると思います、うんえー、でそれ自体がさどうこうっていうことじゃなくてそれすなわちあなたはそのまますごいんですってことをお伝えしたいんですけどあのささんざんぱら聞いてると思うんですよ自分の内側の世界自分の内的なねそういった状況とか思いがそのまま現実作ってますよ現実に反映されてそれを。 現実を通してね、再体験してるんですよって話はもうね、私の YouTube 見てるぐらいだからさ、散々パラ、散々パラ知ってると思うんだけど、それで、ね、そのまま当てはめてください。例えば、なんか、うんと、す,すごいハイヤーのメッセージだったとかさ、うんと、すごいなんか、素晴らしい、えっ、ー、と、世界観を、 持っっっててる人に出会ったとかってそれすなわちあなたの内側にそれと同じものがあってそこが、えー、と共鳴し合っていわゆる引き寄せ合ってそれをあなたの現実で見ているんですってことなんですよね。だからさよくさ外側の世界でさうまくいかないこれも苦しいあれも怖いとかってそれは全部あなたの内側にありますよって話はさ そうかもしれないって思うかもしれないけど逆もしかりなんですよ、本当に。うんあ、こんな素晴らしい体験をしたってさ思ったら自分すげえですよ、本当に。それが自分の中にあるってことなんですよね。うん、で、それをさ、うん、やっぱ引っ張り出してるのも自分だし、うん、なんかね、すごいなって私、思うんですよね。で本当に えっと、まどろっこしい三次元でありながらもよくできてるなぁって思うんですよね、うん。だからさ、なんかさ、自分はこう、ちっぽけだなーとか思って、あのさんが言ってることってすごいな気づけなかったなぁって、もしだよ、そんなこと全然ないけどね、もしそんな風に思ったら、あなたのハイヤーが私を通して言わせたんだと思ってください。もうそんぐらい、そんぐらいでいいんです。うん。 で、うん、と自分の内側にあるそういった愛だったり、神聖さだったり、素晴らしい魂の本質っていうものをさ、自分が実は感じていたからこそ、そういったことをメッセージで届けてる人の YouTube を見たとかさ、そういう話をたまたま聞いたとか、たまたまってことないですよね。そういうふうに思いますよ。うん。だからさ、やっぱり、とことんさ、なんていうのかな、 よくこういう話もね、スピリットたちがセッション中にするんですけど、本当に自分って素晴らしい、本当に自分自身を敬ったり、えっ、ー、と、祝福したりっていう、そういったことを全然もっとしましょうよって、うん、そういうふうに言ってきたりしますね。あのー、やっぱりさ、なんか、私たちの中で一番あるのは、 知らないできないっていう思いがさ、うん、一番そういう自分自身の価値を貶としめてるのかなって思うんですよね。でもさ落ち着いて考えてみたら自分が知らないって思ってることってでほ、うん、多分知ってんですよ、うんしえーと。この知らないって認識できるのはこの思考でしょ自分の思考ってことは。 自分が知っている情報量の数パーセントしか認知してないわけだから、そのね、90%ぐらいのさ、自分が持ってるものの中にさ、含まれてないことないからね。だからそれを意識に上げられてるか上げられてないかの違いはあるかもしれないけど、知らないってことに対する劣等感ってね、あの、全然いらないと思いますね。で 自分の意識に上がってないけどすでに知っている感じているっていうことをたまたまとかさ偶然とかさこんなタイミングで目にしたりそれを話してる人に会ったりするんでそれはだからすなわち自分が引き出してるってことなんですよねだからさ、チャネリングみたいになんかエネルギーをダイレクトに言葉にして読むとかさ、うん、あのそういうことじゃなくても ガンガンやってるんですよね。同じようなことを人を通して、現実を通して、タイミングを通して、全部自分の内なるものを引き出してるんですよね。やっぱすげえじゃん、俺って。そんな風に、あのー、思えないかな。うん。で、やっぱりさ、なんかさ、自分、まあ、よくこ、こっからはインナーチャイルドっていうような感じになってきますけど、 うん、自分で自分を認められなかったりさ自分で自分を貶めたりしてるとさやっぱり内なる自分ってすねてきますね、うん、どんどん遠い存在になっていっちゃうだからあのやっぱりさ、うん、と自分とつながれるのはまずは自分ですからね、うん、スピリットたちはいつでもあなたとつながっていますあなたもすべてとつながっていますっていうふうに教えてくれるけど、うん それを感じるには一番近い俺とあなたですね。あなたと私っていうかさ、ここがさ、つながってないとさ、それの他ってさ、今分離してる状態だからさ、すごい遠くに感じちゃうから、やっぱりね、自分のね、ここ、私と私がしっかりね、手を取り合ってるっていうね、うん、ことがね、きっかけになっていくんじゃないかなと思います。うん。まあえっ、ー、と9月10日か 遠隔ヒーリングね、雨の源悲しいのエネルギーで行っていきましたけど、えー、ちらほらね、フィードバックいただいております。ありがとうございます。えー、大浄化とテーマをね、目打ったからに皆さん大浄化起怒ってるみたいです、えー。私はそれが嬉しく思ってますね。うん。あの、そんだけさ、 うんともう必要のないものがありますよということだし、それだけ、うんと、この先、あなたの内なるハイヤーが、ね、見てるビジョンに対して、もう、なんてうの、セットアップし直しましょうということですね。それが私がやりたかったことなんです。この春分点ですね。春分点を折り返して、2021年の準備をしていくわけですから、うん、そこにめがけてね、いろんなことを終わらせたり、うん、あのしていくのがこの後半戦ですから、ね。 本当にいいタイミングで、いいエネルギーとコネクトして、それはすなわち、あなた自身がもうすべて知っていて、うん、それを自分の現実として投影してくれているっていうことだと思いますからね。えー、そんな風に思って、まあ、情感、ね、体っていうより、今回はね、メンタル、エモーショナル、感情、うん、そっちに強く作用してる方が多いみたいですね。うん。 でまあ、そういう時はあのー、ちょっと一人の時間とってさ、うんうん、と上がってきてる感情をさ一通りさこう書き出してみたりとか、うんとりごとぶつぶつ言ってみたりとかしたらいいと思いますね。うん、そうするとさその感情をさ、うん、となんていうのかなその感情を引き出していたその感情を作り出していたっていうかその元にあるね 自分が決めている古い約束とかさあ,あこういうべきだとかさ、うん、なんかとらわれていたことによって感情がね、えー、引き起こされ、まあ、それもノイズみたいなもんですから、うん、あそうかこんなふうに自分のノイズとして逆なだってるってことは自分のその奥にある、うん、ものってああもう自分とフィットしないんだなってそんなふうに見ていけると思いますね。 えー、もう少しですよねえっ、ー、と終分点まで、うん、なんかさうんといい感じで進んでいくって思ってますし、うん、なんかやっぱ自分ってすごいっていうところにね委ねていけるっていうその安心感を持ってねいけたらいいなぁと私は思います。だ、うんえー、だっっててなんだって、うん、自分がさ、うんと キャパシティとしてしっかりそれを受け止められるタイミングでしか上がってきませんからもう本当全部完璧だしうん、それがなかったらあ、ずぶん今回はあの自分も軽やかに整ってるんだなみたいな私たちいい関係ねみたいな自分と自分がねそんなふうに思ってもいいしどこまでも自己中にね、うん、どこまでも自分ファーストでとことん自分ありきでやっていったらいいと思います本当に、それが本当に素晴らしいと思ってます。うん。 えー、久しぶりの動画ですからね、まあ、こんなことをねだらだらというお話しましたけどまたちょこちょこね動画上げていきたいと思います。はいじゃあ最後まで見てくださってどうもありがとうございます。